懐かしい痛みだわ、ずっと前に忘れていた。そうですね、もう楽しいことばっかりでした。石川菊代選手、ふわふわ打撃がすごい強かった。その時は、ね、試合は勝ったんですけど、最初にもらった感じで、なんかこの辺の骨が折れてたらしくて、どうりで痛いなと思って。病院も良かったので、奇跡的に今、普通の生活が送れるぐらい、親をしてすごく親子たちが、すごい心配だったので、これはやめるのが親子だなと思って、はい。ご両親の連絡先教えてくださいって言って、私、儀式を聞いて、そこを託さなきゃと思って、救急搬送された死にそうな患者のくせに、なんか、交換条件で、先生、練習中っていうことに、なんか、してもらえるんだったら、教えますみたいな、なんちゅう患者だって感じなんですけど、3回入院して、また10月の末に4回目の入院して。1年ぐらいかかるって言われたんで、非日常の世界じゃないですか。普通だったら絶対人生の中でこうリングの戦いってないじゃないですか。ああいうものを味わえたっていうのはすごい幸せですね。いっぱいやっぱまた知り合いもできて、練習自体も楽しかったし、音楽に出すことも、人とのコミュニケーションもとっても取るのがすごく好きで、大人になって、そのもう一回部活みたいな青春できることって、なかなかないじゃないですか。人生そのものがすごい良くなった。大怪我しといていうのもなんなんですけど、まあ、そんなにこう、こんな大怪我ってそうそうあるものではないのでなんかスポーツ、どんなスポーツでも絶対怪我ってあるんで、なんかそんなに怖がらずに入ってきてしまうし、もっとこう、発展してもいいなって思います。何か習い事と考えてるんですけど、ぜひ格闘技を内緒ですか？内緒です。ありがとうございます。